ルイ・シャルル・フィリップ・ラファエル・ドルレアンは、フランスの王族、ヌムール・公。フランス王、ルイ・フィリップと王妃・マリー・アメリーの次男、パリのパレロワイアルで誕生する。12歳で、シャッスツール師団の大佐、1830年に、サンテスプリ修道会のシュバリエとなった。1825年頃に、ルイ・シャルルの名は、ギリシャ国王の候補者として挙げられ、 1831年2月にはベルギー国王の候補者となった。1832年のアントウェルペン包囲戦でも活躍した。1836年秋にはフランス領アルジェリア平定作戦の一環としてコンスタンティーヌへ上陸する。1837年、1841年とアルジェリアへ派遣された。1842年、 長兄オルレアン・コーフェルディナンが休止すると、ヌムール公は自然と幼いおい、パリ博、フィリップの接生薬についたことから、立場の重要性が多いにました。しかし、ヌムール公は国民の支持を得られず、不人気であった。1848年の2月革命でイギリスへ亡命した。1871年にフランスへ帰国し、翌1872年3月に、 陸軍士官としての地位を回復した。退役後も1881年まで赤十字社の総裁を務めた。パトリス・ド・マクマオン大統領時代には時折エリゼグウへ姿を現したという。1896年にベルサイユで死去した。1840年にザクセン・コーブルク・ゴータコハーリ、ケ出身のビクトワールと結婚した。なお、 1843年には、ルイシャルルの妹クレマンティーヌとビクトリアの兄、アウグスト公子が結婚し、初代ブルガリア王フェルディナンド一世以来を設けている。ルイシャルルは、ビクトワールドの間に二男二女を設けた。ありがとうございます。